7月11日、統一教会の田中富広会長の会見がありました。田中会長は献金のコンプライアンスを説明しています。それから、過去の献金ケースに対して、それから現在どうなのかと、またそれをどう捉えているのかということでありますが、過去献金に関してトラブルがあったということは、報道関係者の皆様方も周知の事実かというふうに思います。2009年だったでしょうか、時の当法人の会長が記者会見し、そして声明文を発表いたしました。それから13年が経ちました。この声明文で一番強調されたのがコンプライアンスでありました。で、それ以降13年当法人も末端に至るまでコンプライアンスの徹底を進めてまいりました。そういう面で見れば当法人も大きく献金に対する姿勢も含め変わってきたというふうに思っております。いいでしょうか。よろしいですか。すると今はもうそちらで確認されている限りではそういったトラブルは現状今はもうないということでいいんですか。2009年以降の案件でそのようなトラブルはありません。7月12日統一教会の被害者弁護団の会見が開催されました。その会見の中で2世信者の証言が発表されました。ついたての向こう側で話をしてくれました。キリスト新聞社の松谷と申します。昨日の田中会長の会見をもしご覧になっていたらその感想をお聞かせいただきたいと思います。はい、私は仕事をしていたので、ニュースでしか見れなかったんですが、やっぱりなんていうんですかね、嘘ばっかり言っているなっていうのはとても思いましたね。例えば献金にしても何にしても信者がいわゆる自らの気持ちでやっているとか強要はしていないとかっていう言葉を聞いた時に本当に血圧が上がる思いでした。そんなことは一切なく、いわゆる地獄に行くとか天国に行けない、そういう脅し文句を使いながら献金をさせているのは事実なので、とってもまたなんかうまくなんていうんですか、統一教会に操られているリーダーだなという印象を受けました。